チャンネル66。What's up 66ジンです。今回の動画は真冬の皆さんの魅力をグッとアップさせるためにダウンジャケットを紹介します。そこで今回紹介するダウンジャケット、こちらがモシールのライトダウンピカブーと、こちらがヘビーウェイトのダウンジャケットブットアウトになります。この2点は新作ですので軽くこう解説と、あと着用してサイズ感の方をお届けします。まずはこのピカブーですね。はい、インナーダウン、ライトダウンとも呼ばれております。とっても薄くて、もともとはこれを着た上にジャケットを羽織ったりするっていうイメージですね。そんな感じのダウンですけども、これ1枚でももちろんかっこよく着られると思います。はい、襟もこうなくて、こう前がスナップボタンになっておりますね。はい、裏がこういうイメージです。はい、でここにハンドウォーマーもついてます。もともとダウンといっても、こちら800フィルパワーといって、もう普通のダウンで600フィルパワーぐらいのが多い中、800フィルパワーといったらもう最高級ダウンって言っても過言ではないダウンが入っております。はい、何かって言ったら、もうとにかく軽い。軽さはカットソー、 T シャツよりも軽いんじゃないかっていうぐらいの軽さをこのダウンは持っております。バックスタイルもね、こうキルティングになっていて、もう細かいキルティングがガーッと入って、もうしっかりとダウンがね、このキルティングの中に入っていますので、暖かさはもう抜群でございます。はい、でもう着た感じもすごく可愛いんで、本当に女子受け、もうこれ間違いなくいい女子受けするんで、はい、こちらの方はかなりおすすめになっております。カラーの方も3色ございますんで、カラーの方ブラック、あとグリーン、あとコヨーテ、この3色になっております。そしてこちらブットアウトですね。もうヘビーウェイトのダウンジャケットになります、ね、表面にはね、パーテックスって言ってね、通気性が良くって、とても強いシェルが貼られています。こちらも800フィルパワー、ものすごく暖かいですね。もうこのふわふわ感の軽さと、このパンパンのダウンですね。こちらの方、本当にね、こうデートの時にこう腕を組んでも気持ちいいんじゃないかと、はい、思いますね。すごく形もすごくかっこいいんで、こう着るとやっぱりこういつも言っちゃうんですけど、モテる感じになっちゃうんじゃないでしょうか。もうお正月とかね、クリスマス、これ着てデートなんか最高だと思います。でこちらの方ね、フードの方、こう元からこう装着されていますんで、取り外しはできませんが、首までしっかりこうファスナーができるんで、暖かさも確実に最高です。はい、この上まで買ってもすごく可愛く着られると思います。形もね、ちょっとだけですごく使い勝手の良いダウンジャケットとなると思います。はい、こちらピカブーの36のサイズ、グリーンを着ております。はい、こんな感じですね。もう36の S のサイズでも全然着られますね。軽さが半端ないです。はい、あと暖かさもすごくホカホカして暖かいです。はい、これなんかはね、できればね、皆さんね、 T シャツと同じぐらいの軽さ、ホッさなんで、さらっとこう革ジャンなんかをこう羽織って、中にね、ピカブー入れて革ジャンを羽織っていただくと間違いなく暖かいですね。冬でも革ジャン着たいなっていう方にはぜひおすすめです。前こう開けた状態でもね、こうみんなっぽくして着ていただいて、かっこよく着れると思います。続いてピカブーの38のサイズ、コヨーテのカラーを着ております。インナーにはね、フード、ね、いつものフルカウントと66のコラボのフードワッフルを着用しております。こんな感じですね。サイズ感はね、僕で38ジャストだと思います。このぐらいの丈の長さです ね。でもね、ゴムがついててすごく快適ですね。前開けてもこんな感じに着られます。店頭に並んでてもね、女子のね、女の子たちがね、これかなり結構ね、手に取るんですよね。彼氏にね、こんなん着てほしいななんていう声も聞きます。ぜひおすすめの一着です。ブラックの40を着ております。
ね、ちょっとね大きめなんで、インナーにねちょっとモコモコっとしたこうパーテックスのフリースを合わせております。ですんごいあったかいです。はい、ね、このフードなんかねちょっとねこう来た時にシャシャってなった時にね、彼女なんかにね直してもらったりなんかしてね、仲良くねカップルしてはいかがでしょうか。はい、ということでこれね前開けてもね中が白なんでね、すごくね可愛く着られると思います。これね結構モテコーデなんじゃないでしょうかね。すごく暖かさ最高です。はい、こちらフットアウトの36のサイズのブラックを着ております。 S のサイズですね。はい、私170センチ70キロぐらいの体重なんですが、 S のサイズでぴったり着られるサイズ感となっております。こんなイメージですね。はい、前ちょっと開けてみましょう。36でも全然いい感じ着られます。手の長さもしっかりあります。こちら38のサイズのコヨーテのカラーを着ております。はい、さっきのね36だとちょっとインナーはね薄手のものでちょうどいい感じですが、38だったらインナーにね若干分厚いもの着ても大丈夫だと思います。はい、前も開けてみましょう。はい、こんな感じで着られますね。手もね十分あります。デートの時にねこう手をねさって出してあげたら、もう女の子かってこうしがみついてくるんじゃないでしょうかね。これ気持ちいいし、ふかふかだし、あったかいし、そこは最適だと思います。サイズ感はこんなイメージ、ね、僕だったらね38を選択するかもしれません。はい、グリーンを着てみました。こちら38のサイズです。はい、いい色ですね。去年からねこのね、まあ、オリーブって言ってもいい色なんですけども、この色とても人気のカラーとなっております。はい、前もね開けてみると最高です。その前にねこう丈が長いなと思ったら、下がねゴムになってるんで、こう短くこう折っても着られるので、いろんな風合いでも着られますよね。はい、前開けた感じ、この中のねブラックとこのオリーブのカラーとっても合うと思います。アイメージですね。前開けてもねすごくあったかい、ね、もう肩とか首あたりがあったかいとね、ある程度体はポカポカしてきます。いやー、今ねサイズ感取り終わったとかですけど、暑い、これはもうあったかポカポカですね。もう本当暑くて、ね、これを着てれば体も声も熱々になります。この段、ね、雪山に行く人や寒い地域の方にはもってこいのダウンとなっておりますね。この段気になった方は動画概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらの方をチェックしてください。これからも皆さんの魅力をアップさせるためにいいアイテムを紹介していくので、チャンネル登録してお待ちください。それでは皆さん、今回は以上となります。次回の動画でお会いしましょう。またね、また会いましょう。